はい、どうも皆さん、こんばんは、レプチンです。今日はね、デッドバイデイライトのキラー側、マイク、シェイプをね、使っていきたいと思います。よいしょ。はい、ですね、今回は、マイケルを使うんですけれども、まあ、ハロウィンね、ちなんでね、ハロウィンマップとマイケルなんですけど、またちょっとね、それプラス、ちょっと面白いアドオンというか、またね、だからチャレンジをしていこうかなと思います。はい。でですね、それが何かと言いますと、レベル3状態になったら、サバイバーを吊るさずにぶっ殺せるというパークを持ってきました。よしよし、バカ出るから。よしよし。気づいたな。よしよしよし。ね、レベル3になったら一撃でぶっ飛ばせるんだけど、代わりに、レベル3に上げるまでに必要な、あれが多くなる。必要な経験値の量が多くなると。よいしょー。こいつやってきてーなー。はい、いらっしゃい。経験者めときたい。よし、ねえ、これすげえ、あ、レベル3にするの大変でしょ。あぶれあぶれ、間違ってレベル3にしちゃったら大変だよ。間違ってレベル3にしちゃったら大変だよ。この状態でレベル3にしちゃったらもったいないからね。倒れてるやつを殺すことはできないんですよ。あくまで普通に負傷中、まあもしくは走ってる無傷のサバイバーを追いかけて鎖と。よし。ね、欠点としてね、足がちょっと遅くなりますね。はい、こんな感じです。完璧。よし。ギリギリまで溜めといて外させなきゃダメですね。はい。OK。犠牲となったのだ。足も本当に遅くなってるんで、発動タイミングをミスると、まあ、大変なことになります。あと理想としては、シェイプは一人から吸える経験値の量が決まってますので、もう吸ったやつを殺さないで、吸ってないやつ殺しちゃうと、発動回数がすごい少なくなるんで、そう要注意ですね。よいしょ。足遅いから間に合うかな。いや、厳しいな。よしよしよし。殺害したんでゲージがちょっと溜まってますね。殺害したんで次に行くまでのゲージがちょっと。よいしょ。はいはいはい。貯めておきたい。よしよしよし。ギリギリ。いて！この野郎！よし！そんなに死にたきゃ殺してやる。何死にたきゃ殺してやる。出し遅いな。足遅いな。これどうにかしたいですね。ここにいるんだけどな。ロッカー行ったかもしれないね。よいしょ。で、多分ここにいるのはさっきのなんだ、ジェイクだと思うから、ちょっとジェイクはもう経験値吸えないんで、スルーしときましょう。裏取りしようと思ったら完全に見失っちゃったな。いじってないもん。あ、走ってる、あとあるな。
中入ってるね。いないな。いた。よし。でこいつたまんねえんだよな、もう。よし。ライトにかまけるからそうなるんだぞ、バカ野郎。よし。かまけるからって言ったけど、かまけるってよく意味がわかんないよね。使っといてなんだけど。よし。さあ、どこ行った？降りた。降りましたね。はい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 。いいぞ。よっしゃー、おれー。あ、切断した。これ切断したぞ、タコナスビメ。まあでもちゃんとポイント入ったからいいわ、問題なし。よかった、ポイントちゃんと入ったわ。いるよね、悔しくて生産するやつ。いませんね。ここいじってたかな。よこしょ。いませんね、どこだろう。いや、間に合わねかったか、悔しいな。おい、よし。お、すごい、煽ってきますね、煽ってきますね。えい、すげえ煽ってくんな。よしよしよし、板壊しといてよかった。届かねえ、届かねえ。なんだこいつ、切断すんのかな。名前的にもチームっぽいよね。プップって、どっちもプップって書いてある。どっちもプップって書いてある。よしよし。なんかこの間、すげえ、ちょっと嫌なサバイバーに会いまして、何かっていうと、ハッチ見つけたら、なんか仲間と多分 VC かなんかしてたのか知らないけど、ハッチ見つけたらなんか片方が切断して、切断すると即ハッチ開くんですよ。あれは本当に嫌だったな。まあ、要はちょっとズルですよね、言うならば。よいしょ。じゃあ使われるか、先に使わせちゃいましょう。残り2人、残り1人這いずり状態で、もう1人あと捕まえれば終わりって時に、なんかうまい具合に逃げられちゃって。よいしょ、あれ本当に嫌だったな。よし、ちょハッチ開いちゃってもいいんで殺しちゃいます。よし、オッケー。せっかくだからね。いやー、残念だったな。よーし、オッケー。これオールキルだな。オール殺害。はい、完璧。え？最後なんか出てきたよ、顔が。いや、これ難しいからいけるかなと思ったら、よかった、一発でいけて。はい、いかがだったでしょうか。まあ、これがシェイプのね、一撃で、殺せるやつですね。これです。
ジュディスの宝石ですね。ただ、これ非常に強力なんですよ。吊るさなくてもいい。一発でメメントできるっていう強みがある反面、レベル3に貯めるまでの経験、必要経験値量が非常に増えますので、必ずしもついたわけじゃないんですよね。結構リスキー。ハイリスク、ハイリターン。シェイプのレベル3になる強みをさ、回数が減っちゃうんだよね。頻繁にレベル3になれなくなっちゃうっていう。その場合になってしまえば、近くにサバイバーがいれば、そのまま殺害できるという。はい。いかがだったでしょうか。ハロウィンということでね。皆さん、楽しいハロウィン過ごしてください。ネプチンは、ハロウィンだろうと、家で引きこもってゲームをします。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイビー。